はいはい、どうもこちらもみあげでございます。今回はですね、ミスター M が今までいろいろ世界中回ってきた中でですね、見つけた怪しい健康術パート3というかですね、厳選3ということでね、お話しさせていただければなというふうに思いますので、ぜひね、ちょっと今回怪しい世界に踏み込んでみたいあなたは、今回のビデオ最後まで必ずチェケラッチをしていただければなというふうに思っております。はい、はい、というわけでですね、今回はですね、僕自身が、まあ、今までね、いろいろと世界中に回ってきたんですけれど、その中でですね、いろんな国に行った中でね、まあ、いろんな健康法をやってきました。例えばね、スリランカのアユルベーダ、まあ、怪しくはないと思うんですけども、アユルベーダさんだったりとかですね、例えば最近であったら量子力学というか、量子、まあ、マシンを使ったセラピー、まあ、簡単に言うとタイムウェーバーっていうね、ちょっと画面ポンとこに出てくると思いますけど、タイムウェーバーさんだったりとか、まあ、メタトロンさん、メタトロンっていうのは結構ね、最近まあ有名なあの一つの量子力学を使ったですね、施術というか、まあ、マシンなんですけども、まあ、こういったものの他にですね、ハワイであるカフナマッサージっていうね、ちょっとまた変わったマッサージだったりとか、あとこれ僕最近ハマってるんですけど、温熱療法っていうね、もう沖縄発祥のですね、まあ、体を温めるようなそういう施術であったりとか、結構いろんなものやってきたんですけども、その中でね、まあ、ズバリ効果があったものを今回話させていただければなというふうに思っておりますね。はい、というわけでですね、ちょっと今回ベスト3ということで早速お話しさせていただくんですけども、まずね、そもそも論としてなんで健康にならなきゃいけないのかっていうのはですね、まあ、今回このビデオを見てくださったらあなたもね、それは十分理解していると思うんですよね。まあ、やっぱり健康であった方がいいわけですよ。で、僕はね、結局健康っていうのは周りの人への愛なんだと僕は認識してるんですよね。で、どういうことかというと、僕自分の父親がですね、僕が22歳の時にね、突如倒れてしまいました。まあ、これ事実なんでもしょうがないんですけれども、でご存知の方も多いかもしれないんですけど、僕の父親ですね、脳出血で半身不随になってしまってですね、突如、まあ、50当時まだね、2歳だったんですけども、かなり若い年齢にしてですね、まあ、入院になってしまったわけですよね。で、まあ、そこからやっぱりですね、ハンディキャップを背負って生きていくことになったんですけど、その瞬間に本人自身もやっぱりね、自分の父親がやっぱり悲しむ姿勢を見てたんですけど、やっぱり家族が一番ショックだったわけですよね。で、それを見た時に、結局健康であることっていうのは家族を心配させないこと、つまり家族を愛するからこそ自分が健康である必要があるんだなってことに気づいたんですよね。で、僕も今いろいろと健康法をたくさんやってますけれども、それ 何のためかっていうと、自分のためでもあるんですけども、自分の家族のためでもあるわけですね。自分の子供だったりとか、自分の親だったりとか、自分のパートナー、妻へのやっぱり愛があるからこそ僕は健康に使ってるんじゃないかなということでですね、僕は健康であり続ける必要があると思いますし、常にね、やっぱり自分自身がこうパフォーマンスを上げていくことによって、自分自身がギブできる人の量も増えていくんじゃないかなということで、健康に気を使ってるわけですね。まあ、そんなわけで健康法に関してもですね、まあ、今までいろんなものがあってね、毎年毎年いろんな健康法がどんどんアップデートされていくとは思うんですけど、今回はベスト3ということで、実際に日本でできるものを、今回3つほど選ばせていただきましたので、お話しさせていただければなというふうにね、思っております。それではまず1つ目、パート3、ベスト3ですよね、こういきたいなというふうに思います。なのでちょっと皆さん、いいねマークとりあえず1個した後にこの話聞いてもらえればなというふうに思います。 YouTube のいいねマークですよ。はい、いいねということでですね、ベスト3、お話しさせていただくんですけども、こちらはですね、フロートタンクさん、こちらがですね、まずベスト3になります。で、フロートするタンクさんはこちらにちょっとね、画面出てると思うんですけど、どんなものかっていうとですね、まあ、簡単に言うと、お母さんのですね、羊水にいた時、まあ、僕たちの脳波だったりとか赤ちゃんの脳波っていうのはですね、まあ、限りなく宇宙と同調している 7.5Hz の状態に近かったというふうに言われております。で、やっぱりその羊水の状態っていうのはですね、すごくこう宇宙に近い状態というふうに言われていて、これをですね、模擬体験できるのがこちらのフロートタンクって言われているものなんですね。で、中にエプソムソルトっていうですね、まあ、聞いたことある人も多いと思うんですけど、マグネシウムを含んだですね、ソルトがたくさん入ってですね、体が浮きやすくなる、そんなですね、水の状態を作られています。で、ここでカプセルをパッと閉めてですね、まあ、15分から30分ほど、ほぼ瞑想状態、五感が一切シャットダウンされた空間でですね、過ごすことによってですね、まあ、今までいろいろと溜まっていた脳内のノイズだったりとかですね、そういう毒素というのが外に出ていって、ものすごくリラクレーションと筋肉の解放というのが起こられますので、まあ、現代社会って、ね、多くの人が緊張しているとは思うんですけれども、そんな中ですね、確実にリラックスできるのがこちらのフロートタンクというところ。で、現段階だと日本ではね、7カ所ほど受けられるところがあるというところだったんですけど、僕はね、北海道のニセコにあるちょっと場所、ホテルでね、こちらの方、よく受けに行っております。ということでですね、まず1つ目がフロートタンクさんということですね。2つ目、じゃ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 ん、ゼロワンヒーリングです。ゼロワンヒーリングで、これ何ですかって気になる方が多いと思うんですけど、もうミスター M のビデオを見てくださる方はね、ゼロワンって言ったら、あ
アツシさんかみたいなね感じで思ってしまう人もいると思うんですけども、アツシさんというね、まあ、方と僕コラボで YouTube のビデオを作ってます。で簡単に言うと見るだけでですね小顔になったりとか、体がリフレッシュしたりとかリラックスできたりする、そういう見るだけヒーリングっていうですねビデオをやってるんですけれども、こちらのアツシさんですよね。で簡単に言うとね、ゼロワンヒーリングって何かっていうと、まあ、アツシさんの元々のゼロワンの原型っていうのがですねボディートークと言われているオーストラリア発祥のですね、まあ、統合療法というかですね、まあ、ホリスティック医療みたいなものなんですけれども、まあ、要は全体的な部分の調和、僕たちのもともと持っている自然治癒能力をですね最大限に発揮させるためのアプローチとして発祥されたのがこのボディートークっていう手法でね、そこの中にはですね声帯だったりとか回路だったりとかですね、まあいろんなものがですね含まれている、かなりね、アドバンスなものっていうのはこのボディートーク、まあ簡単に言うと、まあ、声帯とかいろいろとね神経とかあるんですけど、それの王様だと思ってもらっていいと思います。でこれをですねさらに極めていった生まれたのがこちらアツシさんのゼロワンヒーリングというですね、手法になります。でこちらですね、まあ、見ていただければとりあえず分かると思うんですけど、めちゃめちゃ効きます。本当にこんなに効いていいんですかっていうぐらいですね、効くレベルでのこう僕たちのですねやっぱりその僕もこれ信じられなかったんですけど、霊性というか霊的な部分をですね浄化っていうアツシさんテクニックで綺麗にしてくれたりとかですね、まあ、その人のやっぱり持っているパワーを最大限に高めていくような部分っていうのをアツシさんのセッションでできますので、これちょっとねお試ししてみたい方は僕の YouTube のビデオでね無料で見れますので、ちょっと見てみてね、さらに学びたい人はちょっとね、まあそういうオンラインのビデオプログラムも僕らで作ってますので、ちょっと見ていただけると、これ毎日見てるだけでねものすごく健康になりますのでおすすめしております。まあ、僕の周りのね家族関係の人にはみんなスマホにこれ入れてもらってますので、まあこういう現代ではですねやっぱりそのお守りではないです、本当に効くお守りですね、お持つっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思っております。はい、ではですね、待望お待ちかねのナンバーワンということで、ね、お話しさせていただきます。ナンバーワン、じゃか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 、はい、皆さんいいねマークをしてから聞いてくださいね。はい、じゃん、筋豚水ですね、筋豚水。でこれ何ですかっていうふうに思うんですけども、まあこれ筋豚水っていうですね、実は海水があります。でちょっと今日僕持ってないんですけれども、で実際に日本でもね何か所か売ってるところあります。ただめちゃめちゃ高いんですけども、これをですね、普通に飲み飲料水として飲むこともいいんですけれども、注射してもらう筋豚水注射というのがですねめちゃめちゃ効きます。でこれ今ね体調悪い方とかちょっとそのなんか具合が悪いとかね、なんかこう体に不調を抱えてる方、これ筋豚水打ちに行けばすぐにね、効果を感じれると思います。何かしらの。で、実際にね、僕と一緒に、一時期セミナーをやらせてもらっていた田中先生というね、田中良樹先生というね、まあ、本も出されている、笹塚の方でね、内科医の先生やられている方がですね、まあ、そちらのクリニックで、まあ、注射できるんですけれども、そこで僕もね、よくやってもらうんですけれども、かなり効きます、これ。で、簡単に言うと、なんでね、注射を打たなければいけないのかっていうと、結局、腸から吸収していく、まあ、栄養のアプローチって、腸内の状態だったりとかですね、時間がかかるわけですね。で結局僕たちが体調がいいなとかね、調子いいなって思うのって、血液に流れて循環されるから調子が良くなるわけですよね。でこれ皆さん大事なんですよ。だから血流がいいってことはすごく大事なんですけども、でその血流に直接入れるから、例えば献血とかも効くわけですし、例えば最近注目されている高濃度ビタミン C 注射っていうのも直接血液として点滴として入れるからすぐ効くわけですよね。だからダイレクトに効果を出したければ、実は血液にダイレクトに入れるのが一番いいわけなんですよ。でここにですね、海水、まあ、僕たちはもともと海から生まれたというふうに言われているぐらいですね、海水の、配合成分とですね僕たちの血液の配合成分って似てるわけなんですね、比率が。だからその血を素晴らしい海のですねプランクトンとかをたくさん含むようなところをですねから水を採掘して、そちらを注射することによってですね、実は数々の不調が治ってきます。で僕やってもらったもう2分後ぐらいにですね、顔が真っ赤っかになって体温がですねもう爆発していく、そんなような感じになってですね、しばらくこうなんていうかな、軽いフロー状態みたいなのがずっと続くんですよね。でこんな状態でですね一日過ごして、でデトックスもものすごく行われますから、かなりお腹もいろいろすっきりしますし、心もすっきりしていくっていうのがですねこの筋豚水です。これ本当にねやばいです、間違いなくやばいです。いろいろと健康法ってあるんですけども、すぐ効くのがこれかなというふうに僕は思っておりますね。はい、というわけでですね、今回ちょっとやばい、ちょっと怪しいね健康術ということで、日本だとどうしてもね保健診療内の血行法で基本的に西洋医学、まあ要は何かっていうと薬を飲めというね教えでしか僕たちは生きてないので、小さい頃から、まあそれがベースなわけですよね。だから特にね僕もいろいろと昔そういう西洋医学ではないようなそういうものにねお金をたくさん払ってきた時に、何もしてくれない人もいるわけですよね。で何もしてくれないことに対してお金を払うってことにちょっと昔は違和感を感じたわけですよ。なんでかというとお医者さんに行くと薬をもらって、なんかそれによってお金払ってる意味があるのかなっていうふうに思ってたんですけども、そうじゃ
ゃないということがですね、最近分かって、そういう怪しいものにね、手を出すようになったわけなんですけれども、まあ、ぜひですね、今回このビデオを見てくださっている方もね、そういうちょっと、今までとは違った健康法もね、実際に取り入れていただけると、もしかしたらね、また新しい自分自身の才能だったりとか、自分自身の姿が見れるんじゃないかなというふうに思っております。それではね、今回のビデオここで終わりですけども、ちょっとぜひね、今回のビデオを見て、ちょっとでもよかったらね、いいねボタン28個ぐらい押してもらってね、一言、僕こういう健康法好きですとかね、あなたの健康法もぜひ教えてほしいなと思いますので、一言でもいいのでね、なんかこういう健康法あったら嬉しいなっていうのは僕ちょっと気になりますので、教えてもらえると嬉しいです。ということで今回のビデオ終わります。ありがとうございました。はい、最後まで YouTube を見てくださって本当にありがとうございます。もし今回のビデオであなたが何かしらいい気づきを得られたり、いい気持ちになったり、前向きな気持ちになれたのであれば、ぜひグッドマーク、そしてあなたの感想をコメントの方にお待ちしております。また YouTube のチャンネル登録をしていただけると、 Mr.M のサプライズライブセミナーの方が随時こっそりと配信されますので、ぜひチャンネル登録の方を見逃しなく。はい、最後にちょっと怪しいお話をさせていただきます。あなた自身がちょっとグレーなやばい世界の裏話をしていたい場合はですね、今回この YouTube のビデオの下に URL があると思いますので、そちらの方から裏無料メールマガジンの方をぜひ登録してみてはいかがでしょうか。 YouTube ではお話できない数々のやばい裏技っていうのをですね、このメールマガジンだけでこっそり配信しております。それではまたメールマガジン YouTube にてお会いしましょう。ではでは。